ことね。私たちは、チェコでーす。はい、というわけで、本日は、ことねの毎日メイク。前回やったのはいつなんだろう、もう覚えてないです。くらい昔にやって、久しぶりに毎日メイクを投稿しますんですが、私が意識していることは、3つポイントがあって、一重を活かす、猫目、透明感ある上品さ。この3つをポイントとしてやっています。まあ、基本的には前回とあんまり変わってないんですけど、前回よりかは結構薄めな感じだけど、ポイントは抑えてるようなメイクになってるので、よかったらぜひ参考にしてみてください。レッツ、チェゴー。はい、それでは早速メイクをしていきたいと思います。中学の頃から使ってるメガネを外します。カラコンはこちらを使います。ニーコーリ。です。色はプレーウィングを使います。はい。私はちょっと目が悪いので、-4.0 の度合いを使います。まあね、いつものごとく、私は鏡を見なくてもカラコン入れられる人なので、3秒で入れます。よーい、スタート。これ毎日やってるからね。さすがに手に職つけるレベル、これは。なんかキュルンとしてて透明感があるんだけど、目の奥はなんかちょっと澄んでる感じの印象が出るようなカラコンなので非常に好きです。で、いつものようにこちら T3 カーミングエッセンスパッドメディヒールのやつを使います。すごくね、液がたっぷりでとてもいいです。あこれを1枚私は使います。気持ちいいんだよこれが。で、しっかり首の方にもやります。はい、そしたらこちらのロート製薬さんからのメラノ CC の化粧水を塗ります。夜はまたイプサのやつを使ってます。こうマッサージをしながらやっていく感じ。そしたら下地を塗ります。キャンディードールプライドピュアベース CC レモン。めっちゃ汚いこれはなんかイエローベースの人とかにいいって書いてありました。私はイエベなので絶対にこれを塗ります。ドンキでなんか適当にいい下地ないかなと思って選んで買ったやつなんだけど、なんか化粧崩れがしにくいかなっていう印象がある。あとみずみずしくて伸びがいいような感じがする。うん、割と結構ね好きなんかさ、めっちゃ白く見えるけど鏡で見るとそんなでもないんだよねスックトリートメントラッピンググロス、唇を保湿します。これはファンの方からいただいたやつです。結構気に入ってる。結構ピンクなんだけど、塗ったらそんなにねピンクピンクしてない、淡いようなピンク色で、テクスチャーの感じもねっとりしすぎてないけどさらりとしすぎてなくてちょうどいい感じなんだよね。結構好きです。だからはい、そしたら次はジョンセンブルのクッションファンデーションを使います。これね、買った初日にビリビリビリってなって、ここ全部本当は黒だったの、黒い何かだったんだけどビリビリビリってなって崩れ去りました。昔本体を買った時におまけでこれついてきたの、これ詰め替え用どうぞって。でそれを忘れてて本体を捨てちゃったの、もうなくなったからつって。そしたらこれが出てきて、そういえばおまけもらったじゃんと思って、そう今は生々しいんですけどこんな感じで使わせてもらってます。まあだいたいポンポンする感じで薄付きっぽい感じなんだけど、しっかりついてくれて皮もしてくれてるし、クッションファンデだからみずみずしいんだよね。みずみずしいのやっぱいいなって思う。肌に密着してる感じがして。そしたら次、眉毛。眉毛はこういうような形の筆を使います。で本当はいつもケイトのこの色じゃない方の茶色の方あるじゃん、定番の方、そっちを使ってたんだけど、そっちがなくなっちゃって、でこっちは髪が紫の時に買ったやつなの。だからもったいないからこの辺とか使ってんのね。で濃い茶色を使いたいからこちらのクリオの前に案件でもらったストレイキッズのこの一番濃いやつで端っこの方だけかけます。でこのこっちのフォームを使いながら調整してってぼかしながら描いていきます。真ん中の方来たらさっきのこちらの真ん中の色を使います。
眉頭の方は一番薄い色を使って描いていきます。いや、眉は本当にグラデーションが大事だから結構そこは意識してます。で、あと眉頭の方はここもう上に描く感じで、やっぱ眉頭が一番ね、この項目を使って整ってる気がする。そしたらもう安定のね、こちらですよ、キスミーヘビーローテーションのカラーリングアイブロウ04番です。これは一生眉マスはこれ以外変えられないと思う。私眉マスは毛並み逆らってから整える、毛並みに逆らってから整える、あんまりこうベタって描くっていうよりかは触れるか触れないかぐらいの感覚で塗ってます。はい、そしたらお次はこちらです。じゃらーん、デイジークシャドウパレット15ベージュニットです。はい、これもねファンの方からいただいたアイシャドウになるんですけど、もう超お気に入りです。てかさ、私この一個前の動画で骨折&携帯壊れましたって動画撮ったじゃん。そしたらその動画を上げた次の日に財布落としたの。もう完全呪われてるよね。ここまで来たら呪われてるとしか思えない。家からコンビニに行く間だよ。その間にどっか行ったの。しかも現金は3万円ぐらい入ってた。キャッシュカードと保険証も入ってます。ほんとありえない、ほんとにありえない。はい、今度はこちらの色を使います。これがベースになってアイホール全体に塗っていきます。上にも下にも塗ります。もうね、これ結構可愛いのよ、このアイシャドウ好き。塗り終わりました。え、もう結構これだけでも可愛いよね。はい、そしたら次はここの一番上の一番真ん中のところ、これを目尻の方に塗っていきます。目尻で、このここら辺にも少し塗っていきます。黒目の下ぐらいまで塗ります。この辺にも少しだけ塗ります。はい、あー、もうこれ本当に可愛い、すでに可愛い。そしたらこれ、こちらを目の際ら辺に塗ります。ちょっとこう目尻にもちょっとピッピッみたいな感じで、あとこの辺にも。そしたら以前田中がちゃんからいただいたガブビーパーフェクトアイパレット01番オロンジュオーランジュを使って、この一番濃い、これがね結構最強なんですよ。さっきとは違って細い筆を使って同じく目の際を塗っていきます。いや、このね茶色の濃さ、結構こんなにつくやつは初めてなのでめちゃめちゃお気に入りです。だいたい濃い茶色でも薄かったりするんよ。だけどこれはめちゃめちゃ濃くはっきりついてくれるから、一重の人には本当にもってこいのやつだと思う。目の際を黒くさせることによって一重の人は目がパーってはっきりするような感じになるので、これは結構必須アイテムですね。で、最後目尻はやっぱ猫目にしたいので、こうちょっとやる感じ、跳ね上げていくスタイル。ここやっぱ黒くすることによって目がはっきりしてくれるので、本当に超キワスレスレ。意外となんか大事、食べ物で言ったら隠し味的な存在だと思う。結構印象変わったと思う。そしたらお待ちかねのアイライン、本当にこれはもう安定のヒロインメイクスムーズリキッドアイライナースーパーキープを使います。目尻までこう待たないでスッて上に行っちゃいます。目尻まで待たず、
生の人は目頭が蒙古ひだっていうんですかね、蒙古ひだがある人たちだと思うので、それを少しでもちょっとこう蒙古ひだがないように見せるために目頭は分厚く描きます。で、その目頭とさっきのアイラインをくっつけるような感じでアイラインは変えてます。ちょっとこう猫っぽい印象になったかと思います。まあ、そしたら、これも、もうめちゃめちゃ、これどんぐらい何年使ってんのぐらい、私の毎日メイクに登場してるんですけど、でも使うたびになんか用途が変わってて。ズーシードリームランドアイシャドウ。もうこれ蓋取れちゃったのやばくない？今回はこの色かな？何をしようかとすると、目の下のこの辺をね、描こうと思ってんだけど、結構これは気分によってコロコロ変わったりする。ちょっとこう。でもやっぱここにね、アクションって言うんですかね、パンチアクセントだ、アクセント、アクセントになるんですよ。ここが意外と結構重要な仕事をしてくれてる。余ったやつでアイラインとさっき描いた線をこうちょっとつなげる感じ。あんまりやりすぎるともう本当にこういう目になるからいいんじゃない、いいんじゃない、えんじゃ、えんじゃだ、えんじゃ。そしたらこちらもファンの方からいただいた The Rサンククルールクチュールで、これの一番白い色ですね、涙袋に描いていきます。そう、ディオールはラメがいい感じに細かくて上品さが出る感じがすっごい好き。ほら、なんかすごい上品じゃない、このお色味、お色味とラメの感じが。あとなんだろう、テクスチャーの感じもサラサラしっとりのこの辺、この辺の、なんだよね。だから、塗りやすいし、美しい。だから結構ディオールの化粧品は本当に好き。そしたら、AZTK4 色アイシャドウパレット07番。これもね、ファンの方からいただいて、もう私はね、ファンのもらい物で生きてます。ありがとう、みんな。ラブ。で、これの、この一番キラキラ。一番キラキラのこれ、これがね、優秀なの、すっごく。この人の実力を見てほしい。どうでしょう、すごくない？これを知った私はやめられません。これからこのラメから真ん中とかに塗っていきます。うん、なんかゴージャスなんだけど、ラメが細かいからうるさすぎない。普段使いでも使えるようなゴージャスさなんだよね。このね、色味も好きなんだよね、ベージュの感じの色味。粒が細かいのに一つ一つが反射すっごいするの、なんかマジダイヤモンドみたいな感じ。すごいね、ゴージャス極まりない。気持ちね、目頭にもキラキラさせていく。ちょっと頬にもティティンティティン。今度はこちらリリミューピッグミアイズグリッター03ジーミー、あこれを使って、筆の先が細くてとても描きやすいです。今結構全体的にベージュとか茶色系寄りのお目目になってるから、ちょっとこう白みを足していくことによってメリハリが出る感じ、さらになんかちょっとだけ派手さが追加される感じなので好きです。目頭本当に大事だから、いかにこう顔の中心に意識を持っていくかっていうのが大事になってきます。可愛くない？そしたらセザンヌミックスカラーチーク、うん、シェーディングみたいな感じ、ノーズシャドウをかけます。これは4つに分かれてるんですけど、ホイホーちょちょちょんちょちょちょんみたいな感じでやります。この眉毛、さっき描いた眉頭、これ全部こう塗らないでここら辺で止めといて、あとは鼻の先を塗っていきます。からのこういう感じで、こう最終的にはこうなんかダイヤを描く感じで描いていきます。で、余ったやつでこの小鼻スクショをします。で、手でぼかします。で、しっかりここゴム塗っていきます。そしたらでかい斜めの筆で全体的にこう塗って、輪郭に影をつけます。
で、なんか最初ね、この辺ばっか塗ってたんだけど、しっかりここ、ここも塗ることが大事だなって気づいた。ここを塗ることによって自然に影を演出できると私は思ってます。ちょっとこの頬骨の感じもこう斜めラインにシュッシュッとやります。このジバンシーのやつで、こちらもファンの方からいただいてありがとうございます。かわいいのがさ、見えるかな、こう。穴がジバンシー型になってて、これがかわいい。ちょっと仕上げにパフで全体的にこうやってやる感じ。そしたらこちら。これもね、ずっと使ってる。セザンヌパールグローハイライト01番。これを使って、鼻先にちょっとこう、ピッピッて塗って、指で、ここですね、ここ。鼻先とここだけ塗る。続いてはこちら、ローラメルシエのブラッシュカラーインフィージョン。チークになります。これも、ありがとう。ファンからです。そう、このね、チークも、めっちゃ気に入ってる。この辺に塗っていきます。結構、キリッとしたメイクじゃん、私。で、顔も多分、ちょっとキリッとした感じの顔だから、チークはちょっと、可愛いらしく、塗ることを心がけてます。それで、ちょっとバランスをとってます。で、鼻にもちょっと塗る。顎にも塗ります。はい、そしたら、リップは、オレンジベージュ系？ベージュ系が好みです。今回は、これを使います。ペリペラの25。上唇だけ少しオーバーっぽく塗ってます。そしたら、ディオールのマキシマイザー。プルッとした唇を演出します。なんか最近ね、マット系よりプルッと系にね、ハマってるんですよ。いい感じ。はい、そしたらさっきのキャンメイクのシェーディングを使って、唇の下に影を入れて、さらに、ぷっくりとした印象を演出します。あんまりね、ここを注意点でやりすぎると、おひげ生えてるのみたいな感じになっちゃうから、そこは結構注意してる。待って、忘れてた。マスカラ。マスカラ忘れてた。なんか最近、まつげをこういう風にするのをやめたの。なんかちょっとシャープな印象を持たせたいから、ビューラーをしないでマスカラします。エレガンスのカールラッシュフィクサー。ヒロインメイクのマスカラを塗ります。やっぱね、マスカラヒロインメイクがやっぱ好きかも。というわけで、完成しましたー！キラリラリーン！どうでしょうか？私の毎日メイク。前回やった時より、結構薄めな感じの仕上がりにはなってると思うんですけど、なんかシャープな感じと、猫目な感じ？あとちょっとこう、ラメとか、リップのこのうるうるとかを、いろいろと駆使して、透明感のあるような仕上がりになったんではないかと、個人的には思います。そう、なんか今はやっぱりトゥルン系とかなんか透明感のある系が基本的には流行ってるかなと思うので、よかったら参考にしてみてはいかがでしょうか。あと一重の人とかにも参考になったらいいんじゃないかなと思います。というわけで本日の動画見てくれてありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録、そして SNS もやっておりますのでフォロー、SNS もやっておりますのでぜひフォローお願いします。以上、チェコでした。イバイバー。